ロングライダー変身トーアーム。はい、どうも皆さんこんにちは、イケメンでもないのに YouTube デビューしている、YouTuber、 メンタルの強さ半端ない、本日はラファエルさん復活記念動画になります。で、ラファエルさんが復活したお祝いには、私こちらのエルメスの、座椅子を購入いたしました。座り心地は、低反発の、クッション性の高い材質で、普通の何ですかね、ホームセンターなどで売っている材質だと、座った瞬間にもう地面、床にお尻がちょっと当たってる感覚があるんですが、これはもう、そういう感覚がなくて、柔らかさに包まれる感じですね。で、この材質の特徴はリクライニングなんですが、普通安物の材質だと一回このニュートラルになった状態で一番最後まで持っていかないと、この材質のロックがかからない状態になるんですが、こちらの材質はニュートラルになってから自分の好みの場所でまたギアが入るので、このようにロックがすることができます。とても便利な材質です。さすがエルメスです。それで今回は100の質問、だいぶ前に募集した100の質問に答えていこうと思うんですが、結局6件の質問しか来なかったので、まずは100分の6から答えていこうと思います。で、その前に今回は復活したラファエルさんについて僕なりの意見が、意見ちょっと偉そうですが、コメント、ラファエルさんにコメントをちょっと送ろうかなって思ってます。とりあえず、ラファエルさん無期限活動休止からの復活おめでとうございます。ファンの皆さんは、ラファエルの復活を待っていたと思います。で、一番最初に上がった動画なんですが、ハワイの、射撃場、なんかツイッターでも騒がれていたハワイの射撃場で、前須さん、ヒカルくんかなが、射撃で、なんかこんぐらいの小さい的に当てられたらラファエル復活、当たらなかったら即引退っていうものだったんですね。で、その前須さん、ヒカルくんが、見事外してしまい、復活ならずっていうのをエンディングでなんか繰り返しやってたんですが、結局クッキングチャンネル、ラファエルクッキングチャンネルで復活するということで、締めくくられました。で、まあ、ラファエルが復活することは僕は嬉しいんですが、クッキングチャンネルで第1弾のクッキングチャンネルの動画も、僕チャンネル登録して見させていただいたんですが、僕は結構料理できる方なんで、あの動画を見て思ったのは、クッキング雑誌を見たら簡単にできる動画だな、ちょっとつまんないなって思っちゃいました。僕らのラファエルファンが求めている動画は、日本刀とかを振り回して、バルコニーで日本刀を振り回してビールの缶が何本、真っ二つにできるのか、そういう動画を楽しみにしてるんですが、なんかラファエルらしくない、お金儲けに走ってしまった動画だなって思いました。多分僕と同じ意見の方もいると思いますが、多分活動休止になってしまった原因も、いろいろあるんですが、その原因があるためにあんまり昔のようなドキュンのような動画はしばらく控えるのかなって思っています。なので、しばらくはクッキングチャンネルはっきり言って面白くないですが、再生数伸ばしていただいて、ラファエルの
真の復活お待ちしてます。僕からは、ラファエルさんに伝えることは以上になります。はい、そこで、続きになります。はい、続いては、ブライアン・アラクへ送られてきた100の質問の、方に答えていきたいと思います。まあ、6件しかないので順番に答えていくんですが、今回質問をいただいた方、スギちゃんさんと、HR34 スカイラインさん、あとショーンさん、コメントいただきありがとうございました。では、下の方から、答えていこう、質問に答えていこうかなって思います。まずショーンさん、YouTube を始めたきっかけを教えてください。僕は YouTube は10年ぐらい前から動画の方は投稿してるんですね。でまず収益は得ていなかったんですが、趣味の方で、投稿していました。なので、自分の思い出、を映像に残して、その行った友達と共有するために僕は YouTube を始めました。でそのチャンネルは、この仮面ロングライダースブライアン・アラキタとは、別チャンネルになっていて、超裏チャンネル、裏セカンドチャンネルですね。もしよろしければ探してみてください。続いて HR34 スカイラインさん、なんでハマったのですか。多分これはロードバイクのことですかね。僕がロードバイクにハマったきっかけは2年前かな2年前ぐらいに、の年末 Amazon プライムビデオで、弱虫ペダルというアニメ作品に出会いました。でその時に見ていて、その作品の中に出てきた、箱根学園、こちらですね、箱根学園の、運び屋、箱根学園の狼と呼ばれている荒北康友、ちょっと今噛んじゃいましたが、荒北康友さんが乗る、アニメの中ではディアンチェ、ディアンチェってなってますが、実際にはビアンキーですね、そのビアンキーがかっこいい、荒北がかっこいいと思った瞬間にもビアンキーのロードバイクが欲しくなってしまって、衝動買いで、そのビアンキーのロードバイクを購入してみました。それでHR34 スカイラインさんの次の質問で、ロードバイクを購入した経緯が知りたい。そうですね、今ちょっと2問ダブルで答えてしまいましたが、そうで、ハマったきっかけは弱虫ペダルで、ロードバイクを購入した、きっかけはビアンキーに乗る荒北康友さんがかっこよかったから、あのようなちょっととんがった感じの走りがしたいなって思ったので購入しました。続いて一番多く質問をくれた、スギちゃんさんの質問に答えていこうと思います。でスギちゃんさん、YouTube や Twitter などで、この人と一緒にイベントに出たり走りたいなって思う方ありますかという質問ですね。まあ YouTuber さんで僕が、まあ、コラボしたいっていうのはやっぱり一番はラファエルさんで、自転車系は、そうですね、僕みたいな仮面と一緒に走りたいって人が、ちょっといないんじゃないかなって思うことで、僕はちょっと敬遠しているところがあるんですが、やっぱ王道のところでいくと、サイクリング系の YouTuber さんのケンタさん、ケンタさんと一緒に走れたら楽しいんじゃないかなって思ってます。はい、続いてまたスギちゃんさんの、質問になります。このマスクが冬はフェイスガードになっているかもですが、夏にマスクをつけるとめっちゃ蒸れると思いますが、対策や何か対応などしていますか。かっこひたすら我慢ですかね、かっこ閉じとなっています。こちらはそうですね、まあ冬にこちらのマスクをつけたのは今年が初めてなんですが、志賀高原ロングライドの時にマイナス、早朝の気温が0度で最高気温が10度ぐらいだったんですが、
その時に思ったのはすごいフェイスガード機能は高いです、フェイスガードと、保温性は高いです。で一つ弱点があります。こちらのマスクは、まあ、顔が守られていてもあのやっぱ冬は寒いですよね。そしたら鼻水が出てくるんですね。でこちらの顔が完全に覆われているために鼻水が吹けないっていう弱点があります。 ですので、ロングライドをして休憩を取るまでは鼻水が吹けないので、休憩のたびにこの鼻水を拭わなくてはいけないっていう欠点があります。 で夏ですね。夏は苦しいですか、蒸れますかってよく、まあ、走ってても聞かれるんですが、僕はあのここに、なんていうんですかね、パッド的なものを入れてですね、ここのおでこのところに。でマスクと顔が、1センチ5ミリから2センチぐらい浮くようにしてます。そうすることで、ことによって呼吸は、まあクリアランスが保たれているので呼吸は困難ではありません。その代わりちょっとスプリントなどをすると、ここの口の部分から入ってくる酸素の量が少ないので気持ち苦しいかなって思います、でもロングライド、普通にロングライドしている分には、十分な酸素を確保することができます。暑さは、まあ、夏なので特に気にしてないです。続いて杉ちゃんさん、最後の質問になりますね。ブライアン・アラキタが次に購入予定または欲しいと思っているロードバイクはありますか？なかなかいい質問です ね。僕が今欲しいなって思うロードバイクは、ビアンキのロードバイク、やはりビアンキのロードバイクですね。でその中で欲しいのがカウンターベイルというカーボンフレームを搭載したカーボンフレームがあるんですが、ビアンキ独自のカーボンフレームですね。それを搭載したモデルのロードバイクが欲しいなって思っています。でそれが搭載しているロードバイクが、僕が知っている限りだと、オルトレ XR3 とオルトレ XR4 で、 XR4 は多分80万円ぐらいで、 XR3 は、30万円台で購入可能だと思います。でなかなか、まあ、手の届く自転車ではないのですぐには購入できませんが、僕はこの YouTube は10年前からさっき始めてるって言ってたんですが、YouTuber デビュー、収益化した理由は何か、まあ、質問にはなかったんですが、その YouTube の収益で僕の憧れのロードバイク、オルトレ XR3 とオルトレ XR4 どちらかが買えたらいいなって思いました。思って、ちょっと挑戦ですね。ある意味無謀な挑戦かもしれませんが、 YouTube の収益で、憧れのロードバイクを購入できたらいいな、購入できたらその動画を上げたいなって思って、仮面 YouTuber デビューしました。YouTuber なかなか再生数も収益も伸びませんが、いつか憧れのロードバイクオルトレ XR3 オルトレ XR4 購入できるように、これからも視聴者さんに楽しんでいただけるような動画を作って、その夢が実現できるようチャレンジしていこうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。